旅に出ようよの梅チャンネルです。今日は北海道のくっちゃんに来ております。すぐ近くにニセコという国際的なスキースノーリゾートがありまして、その麓にあるくっちゃんという町に泊まりまして、今日は普通の何気ないホテル朝食をこれから食べます。どうしてもホテルに泊まると朝は卵かけご飯を食べたくなってしまいます。北海道食材 97% 塩と書いてました。卵もくっちゃんの地元の地鶏の卵と書いてました。おいしい、なんかおいしい。普通の卵かけご飯よりおいしい。そしてこれは北海道産のイカ刺し。あ、イカ刺しを卵かけご飯にのせたら美味しそう。贅沢やん。めっちゃ美味しい。いいこと発見した。納豆をかけないんですか？いや、納豆は無理。納豆は嫌いなわけじゃないけど、九州人の自分にとっては九州人はい、自分は九州人で納豆が嫌いな人を結構知っています。でも熊本は納豆の名産地ですぞ。九州人といいますか、福岡出身の自分にとってはそうです。自分が知ってる納豆嫌いの人も福岡人です。な、嫌いじゃないよ。食べるのは食べる。自分もカレーをもう一杯ご飯で食べたら、野菜から先に食べないで、卵かけご飯をしますぞ。イカ刺しも食いますぞ。うわ、友人が普通のご飯の器にカレーを作った。はい、外国人の真似をしました。そうね。というか、そんなにたくさん食べるつもりじゃなかったんです。結局、ちっちゃくよそったらそれでもご飯2杯分になりました。これ豆腐崩さなくても分かった。スプーンで。これは卵かけご飯は無理だよ。明日食べます。明日は朝食行かないので。めっちゃ美味しい。
寒い北海道で育った鶏の。めちゃめちゃトロトロしてるよ。卵が全然違う、こんなに味が違うもんね。やばい、腹がいっぱいになります。今日はめちゃくちゃ天気がいいよ。上の方が見えますね、うん、あの山頂付近までは全然行けないですけカレーの次は卵かけご飯。はい、何か問題でも。梅野さんがそんなに美味しい美味しい言うから。いや本当美味しかったって。全然卵が違ったの。梅岡さん、何を取ってるんですか。やめてください。自分はここで一旦鼻水みたいな液を飲んでから入れます。梅野さんがやったように味付け海苔をまぶします。イカ刺し持ってこなかった。はい、イカ刺しは持ってこなかったですけど。あれ、梅野さんのイカ刺しはもう全部食ったんですな。食べたよ。ダメです、それをもらおうと思ったのに。わかりました、卵かけご飯で。漁師茶漬けというのがあったんで、これを食べてみます。イカの塩辛を上に乗せてます。美味しそうです。茶漬けは見た目は悪いんですけど、うまっ、美味しすぎる。北海道の漁師茶漬け、漁師茶漬けっていうのがあったから作ってきた。さすが漁師の末裔ですね。うん、さんは漁師。あ、お腹いっぱい。やばい、食べ過ぎた。しかし、これにその茶漬けだけだったんです。うん、うん、
もっとデザートとかなんかいろいろ持ってくるのかと思いました。小漬けの汁山みたいな。はい、漁師茶漬け完食。そしてヨーグルト。梅野さん、はい、なんか今年は年々あの外国人スキー客がいつものことらしいんですけど、スキーのコースをわざと外れて新雪を踏みたいのためにコースじゃないところを滑って遭難して、遭難というか、あの救助される件数が年々ものすごく増えてきてて、今年は去年、もうすでにこの段階で去年の数に匹敵するぐらいになってきてるそうですが、それはそれで。この段階ってまだ1月や。そうです。あ、そうか、冬しかないからな。それはそれで日本の税金を使って外国人を救助する必要なんかないんじゃないかっていう意見もありましたけど、みんな救助してやらんとかわいそうで、いや、いとも簡単にあのダメって書いてあるのに、新設を踏みたいがコースを外れて滑りに行くという、それでコース1コース外の危険なところからこう滑落したり、うん、厳しく書いてあるんですけど、そんだけスキーをする人が増えたってことですね、うん、外国人を受け入れるってことはそういうことよ。長年にわたって日本人の気質として養われたもの、道徳崩されるけど、それをやっぱり受け入れるっていうのはまずは受け入れる。日本人は多分外国で滑ってて立ち入り禁止と書いてあったら行かないけど、外国人結構行くということで、というか大体そういうことをやってる人たちは YouTuber とか動画とかを撮りたいためにやってるという話も、危険なところとか誰も踏んでないところに行くというカメラを前にぶら下げて前にというどんどんどん今 YouTube が規制したもんね。だからそういうのが立ち入り禁止のところに入って撮ってるのが本当は制限するべきなんでしょうか。なんかビルのさ上の方でルーフトップですね、うん、死者が何人か出てますからね。そういう動画をもう削除したろ。そうですか。朝食食べるところコロナのまだマシやろ。腹がいっぱいで死にそうですので、ちょっと歩いてきます。よろしくお願いします。さあ今日はもう昼食抜きですぞ。15分ほどで車に行きますので、上野さんもゆっくり行ってください。腹がいっぱいで歩いてくんじゃなくてポケカツしたいだけやもん。そうですよ、なんか問題でも。こっちの方ですること、そんな人間離れをしたことができると思うんですか。